はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪ウォッチのプラモデル、ムリカベ&ジミー&ヒキコウモリのかくれんぼで遊ぼうセット紹介します。ついに画像公開されましたね。パッケージの画像がこちら。てかプラモデル3体のセットとか今回初めてですよね。はい、そして気になるプラモデルの画像がこちら。なんか可愛い感じですね。で、3体ともセリフ付き。ムリカベはムーリー、おなじみのセリフですね。ジミーは目立つの嫌らしいな。ヒキコウモリはかくれんぼです。なんかいつも引きこもってるからかくれんぼみたいなもんやけど。で、プラモデル1個ずつの特徴を見ていくと、まずムリカベは後ろにジバニャンを乗せられるみたい。別売りのジバニャンのプラモデルですね。で、ジミーは背中の刀、鞘から抜いて手に持つことできるみたいです。武士ニャンとか魔王獅子のプラモデルみたいな感じで、ヒキコウモリの羽はなんと開閉ギミックあるみたいです。こちらのプラモデル3体セット、価格は1620円、発売日は6月27日です。チェックイット。